さんこんにちは、ジャバカナファミリーのママです。ちょっとね、今日は私反省してまして、それをちょっと皆さんに聞いてもらいたいかなと思ったのでカメラ回しました。ですね、朝私めっちゃめちゃ大きい声で子供をね怒鳴ったんですよ。私ね、本当に、ね、怒ることは少ない方です。そう、怒ることないんだけど怒ったわけよ。で、何にそんなに怒ったのかっていう と、まずね、どっちかが朝から機嫌が悪かったんですよ。で、カジノみたいなルーレットのね遊ぶやつがあるんですけど、それでこうタイはね一人で遊んでたわけよ。まあ、GM 入ってきて、そしたらこう2人でどっちが勝つかみたいな感じでこう競争し始めたんですよ。でどこの兄弟も一緒だと思うけど、本当なんか俺がなわけですよ。で、そういうのもまあいいんですよ、しょうがないね。で、だけどそれが別に揉めてるのは良かったんだけど、そっからこうフィジカルになって蹴飛ばしたりとかそういうことが始まり、もうさ、私は大きい声で言い合いとかしてるのを聞きたくないじゃないですか。朝から機嫌よく起きたいし、機嫌よく朝を過ごしたいし、お皿洗いながらもううるさいなとか思ったりしてたんだけど、ちょっと注意したりしてて、でそれがもうほんとね 2,30 分ぐらい続くわけよ。その下で始まってちょっと怒られたから上行って、上で着替えたりとかして、上でもなんかいざこざあって、下戻ってきてって、でもジエももうなんか我慢のあれが切れて、でこうタイをカウチでバーンって後ろから押したんですよね。でそれを私がちょうど見て、でもパチーン切れて、あんたら何やってんのってすっごい怒ったね。でも久しぶりに本当に大声で叫んで、私喉がすごく痛かったぐらいで、もうそんなママ久しぶりだから子供たちもすっごいびっくりして、それからはもうやめたんだけど、でももう私のなんかイライラとかは収まらず、で学校行く時になって、まあ少し私もなんか反省して、私なんか言い過ぎたな、言い過ぎたって大声を出すほどじゃなかったはずだったんですよ、私の中で。で、なんでかなって思ったらさ、私の朝をこんな気持ちにさせやがってっていう私の気持ちが怒りになったんですよ、ね、でそれは子供に対してしつけでも何でもなくって、私はただの自分が気に食わなかったから怒っただけなわけですよ。だからここが違うと思ってて、私は結構反省して、あ、これまずかったなと思ったけど、その時にはごめんねとか言えなかったので、ちょっと学校も行っちゃってからね、私も落ち着いてそう考えたので、今日学校から帰ってきたらちょっと話し合おうかなっていうふうには思ったんですけど、たまに聞かれるんですけど、怒ってるとこうイメージないんですけどみたいな感じ言われたりするんですけど、確かに少ないです。で、なぜかって言ったら、それは自分が嫌だから怒ってるとか、そういうのに気がついたからなんですよね。もちろん私も昔はそんなこと思わなくって、子供がさ、まだなんか小さい時って、例えばなんかこう待ち合わせがあって行かなきゃいけないのに、もうグズ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 なんかやっててさ、ね、用意もしない、行きたくもないっていうダダこねるとかさ、こうあるじゃないですか。で、それがイライラしてしまって、もう早くしなさいって怒ってたりとかが多かったんですよね。でもそれって子供が悪いっていうよりも自分がまず朝自分も多分ダラダラしてたのかもしれなくて、時間がなくなってるかもしれないし、自分が焦ってるから怒ったわけなんですよね。自分の状態が良くないと怒るんだなっていうのは、私の場合はそうなんですよ、絶対、だからそこで、まず自分の状態を良くするっていうのはもちろんのことだけど、あれもイライラしていきたい人だっていないし、私はハッピーに生きるっていうのをもう日々心がけてはいます。それは子供のためでもあるし、自分がイライラしてたら旦那にだって当たるし、まず自分の状態が大事だなって思ってます。そう、だから母親の状態ってすごい家族を左右させるんじゃないかなっていうのはあるので、私の考えはね、私自身を自分が外側から見て、あ、私はそうだなって思ったので私は変えるようにしました。そう、だから自分の嫌なことは極力やらないようにしてるし、まあ、やらないっていうか、やんなきゃいけないときはやると思うけど、そういうのは常に自分でチョイスしてってもいいんじゃないかなっていうのは思ってます。母親であろうと子
供のため子供のためってもちろんだけど、そんな当たり前だけど、でもまずママが幸せにならないと子供のために尽くせないと私は思ってて、私が一時期そういう時期があったので、なんか全然自分が幸せじゃなく、なんだろう、私何したいんだろうとか、そういうのを考えた時にね、なんかずっと、まあ、専業ママかずっとやってきて、そう2人目生まれて、タイが3歳ぐらいの時に私には転機が訪れたんですけど、そういうなんか自分のこれからどうしようって考えた時に、なんか自分の何かやってみようかなって、自分の好きなことやってみようかなと思ってやるようになって、そっから私は変わったんですよね。そうそう、だからね、やっぱり自分のために何かをするとかすごい大事。子供が可愛いから子供のためって思うままであればあるほど、もっとね、ママを優先にするっていうことはすごく大事だなっていうのを思ってます。もし頑張りすぎちゃってるママさんとかいたら、真面目だからね、日本人って。私本当もう真面目なんだよ。真面目で頑張り屋さんの人が多いから、でちゃんとやんなきゃ、ちゃんと育てなきゃってみんな頑張ってるんだけど、でももっとママ優先してもいいんだよっていうのは、私が超なんか頑張ってキーキー言ってた頃の自分にいいタイムで思いますね。そう、ママが幸せであれば、やっぱりね、ママがいつもニコニコしてたら子供たちもニコニコして育つし、旦那さんとの関係も良くなるだろうし、いいことしかないんじゃないかなっていうのを思いますね。働いてるお母さんとかすごい大変じゃないですか、まあ、体も共働きの人が多いから大変だけど、でもやっぱ家事とか旦那さんもヘルプしたりする人の割合が多いとは思うし、まあ、まず旦那が早く帰ってくるっていうのが違いますよね。そうそう、早く帰ってくるからその分子供を見てもらえるとかさ、日本のもう夜遅くにみんな帰ってきてまでのワンオペ、まあそれは今後、まあ、日本もね、いろいろ今変わってきてるだろうし、こういう風にリモートワークとかも出てきて世界が変わってるし、日本も変わっていくといいなと思いますけどね。これから若い子たちは、まあ、本当これから結婚する人とかも今までの育児とかじゃなくてもいいんじゃないかいって私は思いますね。だってね、これを見てくださってる年配の方はその時の時代のやり方があって、だからそれの目線で私が喋ってることを見たら、何言ってんだこいつはって思うかもしれないんだけど、時代ってやっぱ変わらなきゃいけないものだし、私はちょっと若い子たちがもっと住みやすいやり方を見つけていくべきだと思ってますね。個人的見でございます。はい、そうだからさ、そんなことがあって、私も反省し、なんか前にもね、育児についてのちょっとママ語りしてくださいってリクエストいただいたことがあったので、あ、なんかちょうどいいなっていうか、私は本当一番母親として大事なのは、母親が幸せになることだと思います。幸せって、幸せに対する考え方ってそれぞれだから、本当に自分が何をしてあげるかっていうのを自分に聞かないと、自分の幸せって見えてこなくて、で、ね、私が誰かに、じゃあママの幸せなんですかって言われたら、それは子供たちが健康で、みんなが健康で幸せに楽しく過ごすことって答えると思うけど、で、やっぱり健康が一番だしさ。だけどそれをするにはやっぱりママが食事とかも気をつけるとかもそうだろうし、ストレスをためないっていうのもそうだろうし、子供たちにストレスをためないようにもすることだって、健康にね、生きていくことに必要なので、そういう面でもやっぱりこう戻ると、母親の状態っていうのは絶対大事なんじゃないかなって私は思うので、私は結構自分を優先にするようになってます。だから本当わがままってわけじゃないし、だからいい加減にできてる、いい加減なママっていうより、いい加減なママって私は自分で思ってるんですけど、もう今日は嫌だと思ったらやらないし声も疲れたからお風呂入ってくるわってパーって入っちゃうとかあるし、自分の状態がいい時は頑張るしみたいな、そういうのいいんじゃないかなって思ってやっております。もしこれが少しでも参考になったら嬉しいなと思いますけど、そう、もう頑張りすぎで例えばイライラしちゃって怒ってるママさんがいたら、なんで怒ってるのかなってちょっと自分を見つめ直す、そして、あ、これ私がイライラしてたからだとか、私にストレスがあったからだとか、私がなんか
ちょっと最近モヤモヤしてるとかね、そういうのが見つかったら、そこをまずもうちょっと注目してあげるようにすると少しずつやっぱ変わっていくもんだと思ってますので、大丈夫です。怒りすぎちゃってさ、なんかあの子供の寝顔見てさ、こんな天使のような顔して寝てる見てさ、あんな怒っちゃってかわいそうだって涙したことあるでしょ。私も何回もありますよ、ね、今しかないし、育児ね大変なんですよ、はっきり言って。なんで私泣いてんだろう。なんかあの育児大変じゃないわけがなくって、なんで泣いてんだろう。ママって本当に頑張ってると思うし、それを認める社会になってほしいなっていうのはありますよね。電車でさ、子供が泣いちゃったらさ、みんないいよいいよいいんだよっていう風にさ、目で見守ってあげましょうよとかさ、そういう社会になりたいですよ。なんかいろいろね、私もあったんですよ。日本に里帰りした時とかに、電車とか慣れてないから、こずれて、ね、電車とか慣れてないから、そう助けてもらったこととかあってね、なんかそういうの思い出したら泣けてくる。ちょっとあれかもね、私あのちょっと月のものが来るから、こう感情慣れが激しいんでしょうね。だから今日怒っちゃったりとかしたんだろうけど、あ、そんなって大変ですね。はい、そんな感じで今日も頑張ってやっていきましょう。後で子供たちが帰ってきたら、ちょっと話したいと思います。はい、これが今日のママ語りでございました。今年はね、こういうママ語り少し多めにやっていきたいなと思いますので、これからもお付き合いくださいませ。でちょっともう、なんだろう、本当2021年は、私はこのママが幸せになってほしい、ママが幸せでいると家庭が良くなる、家庭が良くなると地域が良くなる、地域が良くなると日本が良くなるっていう考えがあって、だからそう戻ってくると、やっぱりママ一人一人が大事じゃんっていうのがあるので、あのママは本当に応援したいんですよっていうのがあって、あの今年はね、なんかそういうこういう話とか多くなると思うし、あのもしかしたら今度 Zoom とかでこうちょっとママ同士で話し合える場とか作ろうかなとか思ったりしてるんですけど、もし興味のある方がいたら、コメントでもインスタのメッセージでもしてくださると、嬉しいなと思います。そしたら時間がね、ちょっと時差があるからね、日本とカナダの時差があるので、どうなるか、いつできるかっていうのはすぐ分かんないんですけど、そういうのもやりたいなとか思ったり、まあ、全然ママだけじゃなくてもこうファンミーティングが Zoom でできたらいいなとか思うので、もしちょっとね、お茶とか何でもいいんですけど飲みながら語り合おうよっていうものとかやって参加したいっていう方がいたら、ぜひコメントください。コメント嫌だったらメッセージください。インスタのメッセージとかだったら私は全部見ますし、どうぞお気軽にメッセージしてください。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いします。